帝国となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は最初に知事から知事の韓国出張についておよび交通死亡事故多発全県警報発令に伴う事故防止対策について2点を報告いたします。はい、私から初めに2点報告いたします。先週金土と韓国ソウルに出張いたしまして、クムホアシアナグループのパク・サンギ会長、またエアソウルのリュ・グァンヒ社長とお会いしてまいりました。すでにお知らせしておりますけれども、高松ソウル線10月にアシアナ航空からその系列の LCC であるエアソウルに移管され、そのエアソウル社として最初の初の国際線就航先ということで高松空港に就航するということになり、さらに現在アシアナの週3便体制からエアソウルでは週5便体制になると、それらに対するお礼を申し上げ、また今後の一層の利便性の向上あるいはプロモーション等につきまして意見交換をしてまいりました。次に後ろにもこのポスター貼っておりますけど、交通死亡事故多発全県警報が発令されております。今回は8月の5日から14日まで、今月上旬の10日間で7件もの死亡事故が発生したということであります。それを含めて昨日まで37名の方が死亡事故となっておりまして、全国で人口当たりではワースト7位と、その中で65歳以上の高齢者の占める割合は24人と、3分の2と非常に高くなっております。あるいはまた単独での事故、いわゆる自損事故が多いのも特徴かと思いますけども、現在のこういった多発状況、一昨年と同様、年間52名の方が命を失われたわけでありますけれども、現状すでに昨年の同日時点を上回っておりますけれども、52人というのは、ある意味1週間で1件というような、そういうのが昨年の状況だったわけですけれども、今年のこの37週目とこうで、去年と同じと考えるとですね、1ヶ月近く4週間近く早い、ハイペースということになっており、大変、危惧しております。これまで、ピークで80人以上という事態もありましたけども、年々減少し、昨年は同数でありましたけども、そういった中でですね、再びこの増加に転じることがないように、こうした非常事態から一刻も早く脱却したいと考えております。そのための緊急の注意喚起等といたしまして、元に配っておるかと思いますが、啓発チラシ、これと同じものですけれども、あるいはポスターの掲示、こういったものを各所で行うとともに、今週金曜日に新しい試みとして、私強盗の運転免許センターに行って、免許更新者講習にあたって、直接こうしたチラシによって、この交通死亡事故防止を訴えたいと考えております。同時にラジオスポット放送で通勤中のドライバーに対して安全運転を呼びかけたり、健康保持雑貨川に全国配布のこの広報誌にチラシの折り込みなど、あらゆる広報手段を通じて周知啓発を強化してまいりたいと考えております。事故というのは、この起こすまで、あるいはその事故に遭うまで、非常にこう他人事のように思いがちですけれども、本当にこの県民の皆様
とってですね、もう身の回りの本当の安全安心という意味で、非常にこの重要な問題でありますので、ぜひとも事故に遭わない、また起こさないという強い気持ちを持って、交通ルール厳守、交通マナーの実践に努めていただきたいと思っております。私らの報告は以上です。続きまして幹事社からのご質問をお願いいたします。幹事社の山陽新聞の薄木と申します。よろしくお願いいたします。本日幹事社から2点ございます。1点目は第2次取水制限についてです。早明浦ダムの貯水率が減少を続けておりまして、今月19日から3年ぶりとなる第2次取水制限が始まったところです。知事さんとしてこの状況についてどのように受け止めてらっしゃるのか、また、県民への呼びかけについてお聞きしたいと思います。2点目は国による地方空港の支援拡充方針に関してです。国土交通省が、インバウンド客、訪日外国人旅行者の誘致に積極的な地方空港を対象に、国際線の着陸料を最大3年間無料にするなどの、支援を拡充する方針を固めたところです。香川県として今回の方針をどのようにお受け止めでしょうか。以上2点よろしくお願いいたします。はい。最初に早明浦ダムの貯水率と、まあ、取水制限の関係ですけれども、早明浦ダム上流域の降雨の状況として先月の中旬から非常に雨が少なくなってまいりまして、7月の降雨量としては平年の 37% 程度と、8月に入ってからもその傾向が続いて、21日までで、62.5 ミリ、これも平年値の 13%、まあ、昨日時点ということではありますけれども、そういった状況であります。このためにサメラの貯水率が徐々に低下して、本日0時現在では 44.1%、まあ、45% を切っております。ただ県内の降雨の状況につきましては、7月の降雨量平年の半分以下ではありましたけれども、6月の降雨量が多かったこともあって、県内の15あるダムにつきましては本日0時現在の貯水率 81.5%、まあ、平年で 86% を少し下回る程度。またため池につきましては8月18日現在の調査ですけれども 74%、まあ、これは平年並みであります。そういう状況でありますが、第一次制限が8月9日そして19日から第二次取水制限ということになっており、このまま続けば、小状態が続けば、来週初めにも第3次取水制限の目安となる貯水率 30% となる可能性もありますので、本日吉野川水池水利用連絡協議会幹事会が開かれ、今後の見通し対策等について協議が行われたと聞いております。この点について香川県及び各市町の対応ですけれども、県では、香川用水取水調整対策連絡会議を立ち上げて、状況に応じた取水制限の対応も実施しておりますし、建て看板の設置、公用車へのステッカー貼り付け等の広報啓発に加えて、各施設のトイレ、水面所等の洗面所等の水圧調整、蛇口の一部閉鎖なども行っております。市庁関係ではこれまで6市2町で、取水制限対応のための組織が設置され、高松市では第二次取水制限の時点から水道の圧力を下げるなどの取り組みも行われていると聞いております。これまで現在実施しております取り組みにつきましては、これまでの取水制限の際にも取り組んできた内容でありますし、先ほど申し上げましたように県内のダムため池も現在のところほぼ平年並みの水準貯水状況にあります。さらに保山庫も整備されている状況からいたしますと、県民の皆様に対して直ちに日常生活にあるいは経済活動に大きな影響をもたらすことはないと考えております。
ただ今後につきまして、市庁をはじめ関係機関と密接に連携を図り、状況に応じた対策を迅速かつ的確に実施したいと考えておりますので、県民の皆様にもこれまで同様水を大切に使っていただき、できる範囲での節水にご協力をいただきたいと思っております。なお瀬戸内国際芸術祭などで多くの県外からの観光客ご来県いただいておりますけれども、日常生活には今申し上げたように大きな影響はございませんので、安心して芸術祭あるいは県内の観光をお楽しみいただきたいと思っております。もう一点お尋ねの国交省の方針、外国人旅行者誘致に関する地方空港の着陸料の軽減の方針についてでありますけれども、報道は承知しておりますけれども、まあ、これは今月末締め切りの概算要求の内容に関わる話であり、詳細についてまだ承知しておりません。報道のように国際線のついての着陸料無料化が拡大されるということであれば、国会社あるいはにとっても増便がしやすいわけでありますので、訪日外国人旅行者の拡大に大変効果的であると考えております。まあ、現在すでにこういった施策は実施されております。拡充前にあっても高松空港国管理空港としてすでにこの軽減制度の対象となっておりますけれども、そういったものがさらに年限等を含めてですね、拡充されるのであれば、交流人口の拡大、また地域活性化に向けて、外国人観光客の誘致という点で、本県としても積極的に利用したいと考えており、まあ、このどのようなこの制度となるのか、まあ、これは年末まで、予算要求の調整が行われるんだと思いますけれども、こうした点について情報収集していきたいと思っております。まあ、さらにこうした支援策に加えて、空港の関連としたいわゆる CIQ の体制の充実、受け入れ体制、税関等の受け入れ体制の強化ということでありますけれども、また外国人観光客の誘客促進につながる施策について今後とも国に対して要望してまいりたいと思っております。私から以上です。はい、関連その他のご質問がありましたらお願いいたします。他に質問はございませんでしょうか。はい、それでは以上をもちまして地位の、たびたびですいません、山陽新聞の月です。幹事社質問とは別に1点伺いたいと思います。現在香川県庁に学生さんのインターンシップで学んでらっしゃる方々が多く来ているところです。で一部報道によりますと公務員試験の申し込みも、まあ、減少傾向にあるということで、まあ、民間の方の、まあ景気の回復等によって、まあ、敬遠している向きもあるというような報道もあるわけなんですが、その中で、まあ、香川県として、まあ、その将来の県を香川県を担う、まあ、その若者たちを迎え入れる上で、まあ、期待する人物像とですね、それから、まあ、より優れた人物を採用する上で何が必要か、まあ、知事さんのお考えというものを伺えればと思います。はい、まあ、公務員試験、特に地方公務員の受験者数の減少というのはお話もあるようですけど、まあ、本件につきましては、プラス増加していると聞いております。まあ、そのインターンとかいろんな工夫もしてですね、受験者より多くの優秀な受験生を、まあ、受験していただきたいということで工夫しておりますけれども、まあ、やはり、求める人物というのはこれは、まあ、どのような企業組織であっても共通だと思いますけれども、やはり、このそれぞれ自分のやりたい、手掛けたいそういう業務
についてですね、まあ、本熱意を持って、まあ、生きがいを感ずる、そういうやはりまずは情熱というものをぜひ持っていただきたいと、まあ、そういうものを持っていらっしゃる方が受験してほしいなと思っております。民間のですね、就職のいわゆる期限のいろんな時期の設定が、変わってきて、非常にこの就職希望の方たちは大変だと思いますけれども、まあ、あまりいろんな情報に振り回されることなくですね、やはり自分の志を貫徹して、それぞれの希望志望を叶えるように、まあ、いろんなテクニックみたいなものではなくてですね、本当にそのやる気と情熱を示していただければ示していただければなと思っております。あとはそのもう一つ何でしたっけ、まあ、さっき申し上げたようにインターンシップとかですね、あるいはこのいろんな先輩の体験を伝えるということ、まあ、それから受験のですね、まあ、こういういろんな民間企業側の日程が変わって、またそれで国家公務員試験との関係も出てきたりしますので、なるべくこの受験生の、まあ、志望者の立場に立ってですね、まあ、優秀な人材を我々の方で希望通り、まあ、受け入れられるような、そういう日程的な面もですね、考慮していければなと思っております。まあ、やはり実情といいますかですね、どういうような業務をしているのかということを、まあ、この間もいろいろとやってましたけども、知ってもらうというのが非常に有効なんではないかと思います。はい、他にご質問ございませんでしょうか。はい、それでは以上をもちまして知事の定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。